リミンハローパダレールリミンパダレールのリントです。はい、本日はねこの、エジプシャンルーセットコウモリの、マナちゃんのね、ケージの改造のためにいろいろ買ってきたので、ちょっとそれをねやっていこうかなと思っております。で、買ってきたものが、あー、ほら、ほうれん草お肉ドーナツ、全然私のものですね。はい、まあ、買ってきたものはね、大体これです。ダイソーでプラバンを買ってきてですね、サイズはちょっと測ってきたやつなんですけど、これを横に貼り付けるような形にサイズを切って、背面と横とっていう感じで飛び散り防止やろうかなと思います。で、もう一個は正面のところをね、見やすくするために、この正面の今ちょうどここにね、あのマナちゃんいるんですけれども、この正面の部分を、網をですね少し切りまして、中の視認がしやすいようにするのに、一部分だけそのプラバンをね貼って開閉をできるような感じの改造にしようかなと思っております。で、改造してるところの動画をね撮りたいなとも思いつつも、いつもですねやりながら試行錯誤、あ、やっぱこうじゃないな、こっちにしてみようかなっていうのが多いので、作業動画は、今回なしにしておきます何回も何回も試行錯誤を繰り返しちゃうので、あんまり試行錯誤を繰り返しちゃうと結局ゴールがね分かんないまますごいズルズルと長い動画になっちゃいそうなので、今回はそういうのはなしにして、もう完成し終わったら動画に次しようかなと思います。まあ、この後その動画がくっついてくるとは思うんですけれども、そちらの方見ていただければと思います。では改造していこう。ケージの改造中は押し入れのぶら下がれるブースに見ていただいております。で、今ね、ヒーター入れてあったかくしてます。この押し入れの中でちょっと肌寒いところもあるので、で一応電気つけておいて、あんまりバサバサしないようにしておこうかなというところです。まあ、とりあえず出てきちゃうとあれなので、待っていただいている間は封印、待っててね。はい、ということでケージの改造が終わりました。はい、しばらくねあっちの押し入れの方の中にいてもらって、今実際にもう戻しました。前よりも中の観察がしやすくなったんじゃないでしょうか。はい、ということでね、プラ板を、すごい物理的な作り方なんですけど、ここと、ここと、ここと、ここで、クリップで止めています。なので、簡単には外れないようになってます。あとここでもね、クリップで止めてます。で、ケージ自体は上にこれヒーターがね、あるんですけど、このヒーターを外して、で、ここをね、これを手前に、まずここか。ここのロックを外す、こっちの、このロックを外す、そしてここの引っかかってるところを外す。すると、こんな感じでね、開閉ができるようになります。で、マナちゃんをね、このまま一旦こう、避けるということが可能ですね。で、マナちゃんを一旦、まあ、押し入れだったりとかケースに一回入れて、って感じですね。マナごめんね。よいしょ。で、あとはこのまま戻してあげて、ここをロックする。そしてこっちを。よいしょ。ロック。うまく片手でできないね。まあね、メンテナンスするとき片手でやらないんで、基本的に。よし、はい、ロックする。っていう感じでね、ロックをしてあげるだけで、メンテナンスとかもできるし、横もね、いいサイズにプラ板切って、クリップで留めただけです。で、全部ね、基本的に結束バンドとか接着剤とかそういうものではくっつけないようにしました。理由は、ケージ自体をね、取り外して丸洗いできるっていう状況にしようかなと思ってます。福桃ちゃんたちのケージに比べると、この子、なんて言うんですかね、結構うんちを
下に飛び散らしてこうビチャッと跳ねる感じなので、するとね、うんちがそのビチャッと跳ねると、跳ねたところがね洗えないと困るので、福ももちゃんはね、まあうんちが下にポトンって落ちるタイプなので、あのなんだろう、拭き掃除を軽くするだけでいいんですけども、こっちの方が拭き掃除よりはもう洗って丸洗いみたいな感じの方が楽だろうなというのをちょっと感じていて、さっきうんちいっぱいあったと思うんだけど、うんち洗いましてこんな感じになってます。ちょっと色悪くなってるね、ご飯ね、後でちょっと新鮮なのにしておきましょう。はい、っていう感じですね。なので全部基本的にケージの周りのものは簡単に取り外しが効くように作りました。で、掃除はねしやすいような感じをちょっと取っております。で、手前のところもね、切りまして、こんな感じで切っちゃいました。もうパッツンパッツンとね、これでパッチン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 って切って、前面の部分は切った上、プラケースじゃないや、プラ板がを貼って、でプラ板はね、本当にグッと押しても簡単には外れないような構造になっているので、中でね、マナーが飛んでも外れないようになります。あとそんなに爪の力とか捕まる力っていうのは強いんですけど、押したりあと飛び出したりっていう力は弱いので、問題ないかなと思います。もし出てきちゃうようだったら、このプラ板の部分をちょっと強力なもの何かにしようかなとかは思いますけれども、これでひとまずはいいんじゃないかなと思います。一応中のね観察も前よりはしやすくなりました。まあ確実にしやすくなったよね。これがだってこうだって横に格子があったわけですから、で正面からの視認のしやすさっていうのをこんな感じで確保しました。まあ開けにくさっていうのはあると思うんですけれども、まあ、そのあたりはメンテナンスする私がやるだけなんで問題ないかなというところですね。うん、すごい見やすくなって、そして今明るいからちょっと眠そうだね。うん、これでケージ自体は観察もしやすくて掃除もしやすい状態になったんじゃないでしょうか。普段はまあ下のところだけ取り出して洗って、1週間に1回ぐらい床の部分を丸洗いっていう形でやるかなというところでございます。うん、安くなった。ちょっとまたケージのレイアウトとかね、観察のしやすさっていうところに関して何かありましたらまたやっていこうかなと思いますけれども、ひとまず一旦完成ということでいきましょう。もうただプラ板くっつけてるだけなんでちょっと怪しいっちゃ怪しいですけど、前面の部分はね、横の部分はもともとのケースの状態なんであれなんですけれど、手前だけ今ただのプラ板をねクリップで貼っつけてるだけなので、そこはゆくゆく変えるかもしれないですけれども、ひとまずはこんな感じで、もしかしたら一番いいのは100均に売ってるバーベキューの網ね買ってきて、で横2列ぐらい残して真ん中開けて、でその真ん中のところにこのプラ板をもう物理的に貼り付けてしまって、でこことここに結束バンドとかでくっつけて、でこう手前にね開けたりとか、まあ横開きできるようにとかっていう感じにするでもいいかもしれないですが、今ちょっと手元にそれがないので、ひとまずは今のこの状態になるかなと思います。まあそれはこの後ちょっと実際にねこの子のケージレイアウトこの状態で使っていって、なんか変えた方がいいなと思ったら変えるという形を取ろうかなと思っております。はい、ということで本日は以上となります。はい、こんな感じでケージ改造してまたこの子のね観察をしていきたいと思います。ぜひとも
まなちゃんのねこれからの動画を楽しみにしていただければ幸いです。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価、そして、Twitter、Instagram、TikTok いろいろやってますので、よろしければそちらフォローお願いします。また過去にたくさん動画上がってますので、そちらの動画もご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。